Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシャです。はい、ということで本日はですね、ニューキックスの紹介なんですが、今回紹介するスニーカーはですね、ベイトさんから一足商品提供していただきましたので、今回はその一足を紹介したいなと思います。で、今回のその一足なんですが、買ってからじゃないとわからない、あるギミックが仕込まれたゲーム性のある一足なんです。はい、ということで質問コーナーでございます。今回もですね、YouTube のコメント欄の方から3つ質問に答えていきたいなと思います。まず一つ目ですね。ソーさん、キャップ被るとき前向きに被る派、後ろ向きに被る派、どっち派ですか？どっち派でもないです。もうその時の気分で後ろに被るときもあれば、前に被るときもあるし、今は後ろの気分です。続きまして二つ目。シュプリームは購入しないですか？なんか欲しいものがあれば買おうかなとは思うんですが、まあ、今のところ特に欲しいなっていうのはないですね。またなんかこう欲しいなと思うものがあって購入すれば動画で紹介したいなと思います。説明ですね、これなんですが、今週のウィークリーの動画のコメント欄から、抜粋したんですが、ソーさんの着ている T シャツはどこのやつですか？このウィークリーで着てた T シャツっていうのがですね、こちらになりますね。STC の、T シャツになります。これ最近出たやつとかではなくて、古着で買ったんですよ。原宿のペンギントリッパーというお店で買ったんですが、どれぐらいなんだろう？ 2000 年代初期ぐらいかなとは思うんですが、僕が学生ぐらいの時にですね、このドクロのロゴっていうのが結構流行ってたんですよ。それって結構懐かしくて買いました。結構これは気に入っている T シャツの一つです。はい、ということで今回も3つの質問に答えさせていただきました。また質問等があればですね、ぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。ということでね、まず箱なんですが、こちらのいつも通りのナイキのアクボ。で、今回のこの一足なんですが、スニーカーの表面を剥がすとですね、別のデザインが出てくるようになっているんですが、そのデザインというのがですね、全部バラバラで、買って剥がすまで何が出てくるのかっていうのがわからないんです。ナイキエアマックス95プレミアム、ヒデンメッセージでございます。今回紹介するスニーカーはこちらの一足。で、まずはですね、このモデルの簡単な説明なんですが、こちらはですね、今年生誕25周年を迎えるエアマックス95をベースモデルとしておりまして、まあ、見てもわかるようにですね、もうアッパーの部分ですね、っていうのがもうめちゃくちゃカラフルになっております。で、俯瞰で見るとこんな感じなんですが、このエアマックス95の特徴でもあるアッパーのグラデーションの部分ですね、ここを剥がすとゴールド、シルバー、ブロンズ、この3種類がありまして、それぞれですね、剥がすまでどのカラーが出てくるかわからないっていう仕組みになっております。まあめちゃくちゃ運試しの感覚っていうのが強い一足ですよね。ちなみに今回のこの一足なんですが、日本限定での展開みたいです。ということでやっていきましょうか。で、まあ3色ありまして、まあゴールド、シルバー、ブロンズのこの3色なんですが、この3色であればですね、やっぱゴールドがいいかなと。まあなんでかって言われるとね、もうなんとなくでしかないんですけど、はい、ということでこんな感じになりました。不器用すぎてちょっと雑だな。でもなんかちょっとこの雑な感じっていうのもなんかちょっとありかなっていうのを思えてきた。もうちょっと綺麗に撮ろうかなって思ったんだけど、このままでもいいな。ということで僕の中身はシルバーでした。ということで早速履いていきましょう。で、右足の方がですね、剥がしてない方、左足の方が剥がしてる方になります。久々のエアマックス95やな。よし、剥がしてない方ですね。ほい、やっぱ足元めちゃめちゃカラフルになるっすね。いろんなカラーを使ってるので、まあ、左足がですね、剥がしてる方になるんですけど、まあなんて言うんでしょう、剥がしててシルバーが見えてはいるんですけど、このステッチの端の部分ですね、ここっていうのは色が残るような感じになっているので、まあ、それでも色カラフルな感じっていうのは楽しめるかな。
でやっぱりシューターのところのエアマックスのロゴっていうのがゴールドになっているので、まあ、それでもねこのシューターのロゴっていう存在感はめちゃめちゃあるんじゃないかなと、まあ、こんな感じでエアマックス95でいろんなカラーを使っているモデルで言えば、グリーディーがあるかなと思うんですが、まあ、それよりもですねこういったこう剥がすと別のカラーが出てくるっていうゲーム性があるっていうのがこの一足の面白いところかなと。まあ、僕みたいにですね全部剥がすっていうところもいいかなとは思いますし、まあ、それ以外にもですねどっか一部分だけ剥がしてっていう楽しみ方もできるのかなと、そういったところで個性を出せるかなと思います。でこのヒデンメッセージなんですが、今回の AirMax95 以外にもですね他にも Air Force One であったりとか AirMax2090 もリリースされます。でこのヒデンメッセージのシリーズを購入してインスタにですねこの剥がした写真っていうのをですねポストしてベイトのタグをつけるとですねこのシリーズにちなんだミニチュアのシューズがもらえるらしいんです。で詳細はですねベイトの公式のインスタでアナウンスがあるみたいなので、ぜひそちらをチェックしていただければなと思います。でこちらのシリーズなんですが、多分この動画がアップされてる翌日ぐらいになってるのかなと思うんですが、29日にですねベイトのオンラインの方で先行発売されるみたいなので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。一応概要欄の方にですねベイトの各種リンクを貼っておりますので、ぜひこちらをチェックしていただければなと思います。はい、ということで本日はニューキックスナイキエアマックス95プレミアムヒデンメッセージでした。動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram、 そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。まあ、今回ですね片足だけ剥がさせていただいたんですが、不器用すぎてね、ちょっともうちょっと綺麗に剥がせればなと思ったんですが、こういうね、こう、なんていうんですか、剥がせば違うデザインが出てくるモデルっていうのはいくつかあるじゃないですか。ただ今回みたいにですね、何が出てくるかわからないっていうのは面白いですよね。ちなみにこの何が出てくるかわからないのがこの AirMax95 だけみたいでですね、その Air Force 1と2090は全部同じみたいなんですよ。なのでそういったゲーム性をね楽しみたい方は AirMax95 を選ぶっていうのもいいかなと思います。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。